ナジャの今週何食べた歌もこれ好きなものを好きなだけ好きな時間に食べている自堕落な生活を送っているドラッグクイーンナジャグランディーバそんなナジャさんの食生活を公開しつつ今の体重はどうなっているかを毎月確認するだけのコーナーです <laughs>、はい、ということでございます、ね、いやもうそもうそまさにそうですよ確認するだけの でもこれもザーちゃんとやり取りしてるみたいな生活を送るっていう妄想しながらやったりああそうやねそれがいいかもでも何食べたみたいなうんとりあえず今週食べたのを言いますよはいまずえ日この間にはななかっの日曜日はみたいな まず夜ご,飯、えー、夜ご飯なんですけど日曜日はそれを夜ご飯だけって知らんかったから昼から食べたやつをいますあコンビニのハムサンド,サンドで干し芋一袋で、桑村のソーセージピリ辛5本マルシンハンバーグチーズ、えー、ホットドッグで納豆ほんでヨーグルト、はい、で、ヤクルトで、100%野菜ジュースです。え、え、それえど あの区切りがこれ昼だけえっと昼はえっとコンビニのサンドイッチだけいやちょっとややこしいかしら一番上のなるほどなるほどでそっから家帰ってからのえっと干し芋からはもうこれ晩ご飯晩ごはん干し芋桑村のあれ美味しいやつですね桑村ハムのソーセージこれマルシンハンバーグチーズっていうのがあるねマルシンマルシンハンバーグでしょあれおしいな あれ焼いて食べたんですか自分でちゃんとチンしてチンしてチンチンでできんねやあれ、うん、絶対焼けへんそのんなめくさいこと、えー、はい<あ>で月曜日ね4月6日えー、っとオムライスこれもあの昼なんですこれちちんぷいぷいのあのあ喫茶で頼んだやつあ<ー>でだからこれは昼やからまだ関係なしとして夜は夜、えー、欲しいもんで <laughs> カレーマルシェで桑村ハムソーセージ <laughs> で100%野菜ジュースです でこれ書いてないけど夜中に夜食で、えー、あ書いてあるアップルサンドケーキを食べました夜食で夜食夜中3時ぐらいさあ続きまして火曜日、はいえー、コンビニの、えー、キムチ鍋<ー>で納豆で桑村ハムソーセージ <laughs> ん <laughs> ほんで100%の野菜ジュースです 思い出した飲んだら100% <laughs> 野菜ジュースさあほんで八、えー、日の水曜日、はい、ええー、コンビニの鍋塩鶏ちゃんこ,鶏ちゃんこで納豆で卵二つで桑村ハムソーセージ <laughs> ほんで100%野菜ジュースですで夜食が,がえっと干し芋一袋 <laughs> 食べてます最近食べてないなってないなさあ続きまして9日はいえー、台湾風肉そぼろ肉そぼコンビニねこれもセミレブン、はい、で、えー、セミレブンちゃうかな、えー、半熟卵それに入れましたほんで、えー、チンするハンバーグほんで <laughs> クワムラハムソーセージ <laughs> ン <laughs> で100%野菜ジュース で夜食がえっとよくもくのシガールを5本ほんでレーズンの食パン1枚食べてますやっちゃいましたね夜食これ。はい。これで10日ですねこの日誕生日やそう誕生日の日初めてウーバーイーツ生まれて初めてウーバーイーツを頼んだんですはい えー、でタイ料理屋で頼んだから、えー、ソムタム,ム,タムでプーパッポンカリーンンで唐揚げで100%野菜ジュースです。<え>で夜食はえー、っと誕生日やったの友達がピンポンってケーキと届けてくれてーケーキチョコレートのでそれとケーキとともに焼肉弁当も持ってきてくれたからそれを夜食で食べた。 食費食べました。以上。ああ、ありがとうございます。誕生日クワムラーも行ってほしかった。四十六ぽいって欲しかった。待ってたらクワムラハム割ってるじゃん。野菜の音多分ラジオ。いやばいすごいな。あれこれがでもこれ本物やから。いやそうですね。そう。リアル。そういうことそれを食べたんですよ。なんかやっぱりあの。 ちょっと体あって気付けてるところが私は結構ツボやった。いやね。野菜ジュース野菜ジュース飲んかなとか納豆食べとこうとか。うん納豆とかも結構食べてますもんね。いやなんかああって家にこの納豆もうツイッターにこの写真が上がってるんだけど。めっちゃいい納豆。この納豆なんかリンゴさんがくれたんですよ。あほなもうめっちゃいい。高級な納豆。でこの納豆も美味しかった。うん。なるほど。まあでも。 ただ今やっぱりこのご時世外出を控えてるから結局こんなご飯になってんねんけどもうこれがもしコロナとかじゃなかったらもっとなんか金持ちとご飯行ってええやつ食べてるのもあんのよ、ね、それはでも結構そのイメージでしたもん、うん、今までそやろちょっと待ってこれレーズンパンどないなってんすかこれレーズンパン食パン<え>じゃじゃこれレーズン食パンこれえ,え,れえじゃあねんでこれは黒、はい、え焦げたん そのレーズン食パンを焼いたわけトースターで入れて冷凍してあったやつ、はい、でそれを焼いてトースターでキュって回してチーンって言ったら焼けるオーブンレンジで焼いてんけど、はい、そザックエフロンを見てしもたから見て見ながらやってたのよわかる、はい、映画を焼いてたからかで、はい、結局その。 気づいた時には、めっちゃ煙が。<laughs> いや、ね、めっさくさかったっしょ、こ黒系にもう炭みたいになってんねん。<れ>で、これを、もうこれあかんと思って、ゴミ箱ほかしてん。はい。で、もう一枚焼いて、ちゃんと焼けたやつは食べたわけ。な、うんでこれ写真で、だからその、で、夜中に、シガール5本とレーズンショックも1枚食べましたって言って、 ライン送っったたらら写真ないんですかかて言われたから <laughs> 食べちゃったから食べてないからでも,もう焦げたやつはゴミ箱あるからそれをゴミ箱から撮って写真撮って<ー>ないですって言ういやもう <laughs> 食べちゃったってこれすごい黒さあの昨日<や>ごめんなさいな見れない方ごめんなさいあの名探偵コナンを昨日見た方には<ー>分かると思うんですけど。 キュラソーが最後にあの持ってた、あの、イルカのちっちゃい人形がこ後、わかるわかる。わなってたあれな、悲しいんやねんけど。ま最後持っそう、それぐらい黒い。いや、ほんまに。だってほんま煙がぶわって出ててこれ危ない危ない。これよう匂い、すごい匂いやねんけど。だから匂いで気づいて、あ、忘れとったと思ってザックエフロンがもうかわいっすそこまでそっか。そう。だってもう、 鍵穴ぐらい真っ黒だと思うたのに。ちいや、こんな真っ黒だ。あ、だからごめんなさい。メイザってコナンの、あの、犯人の。いや、俺、鍵穴で分かるの。黒い、あの、あれぐらい、黒い。すいな。よ、かったよかった。これでも一口でも食べれるからって思えない、もう黒さ。いや、だからこれ食べたらとしたら、ちょっと注意せんとと思ったんだけど。さすがに。っの、ほんまにもう、酢やったもん。パンも、この黒毛やったもん。パン、と、しし。だからもう、ほどがあるわ。酢にも。 レーズン食パンやけど全部がレーズンの色みたいになってるからいやレーズンより黒いレーズンより食べんときっていうわそのレーズンは母性くすぐられたわ今こんなタブタブ病気になるで言うてあとは初めてウーバーイーツしたっていうあどうでしたこうどんな人いやでもウーバーイーツは私も人に会いたくないから指示がすごいできんのよだから頼んで ほんでえっ、ー、と玄関の前に置いてって言えるから、うん、それは通話でやるんですかもうネットに、うん、んかメッセージであもうメッセージ、ね、メッセージじゃああのあもしかしてナジャグランディーバって思われる覚悟ってことな,こない一切ない一切声もどんな相手の声もどんなからんし声も分かれへんしとでもとドアの玄関に先置いてって言って地べったに置かれるの嫌から、はい、わざわざちょっと椅子お 青い。でもあんまり詳しく言ったら、ほら。あ、そうやね。ああ。いや、聞いてないやん。そう言ってしもたんやんでもそ違うもん、置きましょう、もう。違うもん、置きましょう。でもさ、映像置いてる人、何人か行ったら。ってインターホンで出ただけでも、バレそうやん、なジャさんって。声でな。声で。あ何やったら声の方がバレるやん。うんうんうん。え、何時だと思ってんの もう六時だよとかって言ったらもう一発やるよ。同じお気で。なんで行ったもんで。何で。何時に頼んだのに。あでも今何時だと思ってんの。六時だよ。言や相手が答えだろうね。六時だよって言ってしまったら。なじゃグランディーバのとか言ってまうか。クセて。六時だよ。あんま言わいやろ。 だから玄関先置いといてって椅子の上に置いて言うねんけど心配やからどうなんのかなと思ってドアの穴からずっと見てる見てるわけ大丈夫かなどんな人来んねやろとかって言って見れた見れてあ置いてる一1個置いてあ二2個置いてなどうやって帰るのかなと思ったら帰る前になんか携帯触ってんねや何かなと思ったら。到着 起きましたっていう多分送ってんの <laughs>、はい、それがピンポンで来てそ、ね、でそのままエレベーター乗っていったの、うん、はい、そう全部見てたんですよ結構楽しい <laughs> であの、うん、ちょっと相手は気づいてないけど自分だけ見てるってありそうでそうで,あでもこれ聞いて「ああ弱い」って頼もってる人意外と多い気するあそんな頼み方できるのやつ知らなかったですもんそうね、うん、合わなあかんのか最近それができるようになったっぽいなもう会わんでいい、えー 玄関に置いてってちゃんと置いてくれるし先方っていうかウバイツやってる方の人もその方がいやそうやね今はねだからもうウバイツめっちゃ増えてますもんねじゃあ味しそうこれでもほとんどやっぱ桑村ハムとう桑村ハムはもういやだから桑村ハムははい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 のいは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 いがいは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 あはい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  だからそれずっと食べてるそれはもうなんかずっと食べてるあ、うん、もそれがあるからって言ってなくなりかけたらまたそれ取るんでしょ取る、うん、ね、うん、好きやもん、ね、もう9割ぐらい体が桑村ハムでできてますねもうまあでもそれとせやなだからあとは野菜ジュースと干し芋な野菜ジュースと干し芋ですね <laughs> これだから分からんけどはい知りたいみんなここいやこれいろいろい何かが また来月になったら、ね、いやでもこれ,これでもこれで母性くすぐられてるかも、うん、あのリスナーの人もしか,しかもしれないです、ねうん、大丈夫かなあの子ってって、えー、でも同じ食生活してみようっていう人もいるかもしれませんしいやそうやな結構きちんととってますもん何、ねうん、かちゃんと栄養考えてると思って<の>栄養は考えてないねんけどただあ,るあったら食べてまうのよねだからこの10日なんかほんまよ 夜中にこのケーキと焼肉弁当食べて寝てんねんも誕生日やからそう誕生日はもう特別ですよシガール5本もやばいと思うシガールも美味しいシガールおいしいシガールえあのこう丸いほらくるくるとした長いやつ青いカンカンに入ってあれあれおいしいですれ美味しい止まれへんねんあれでもあれ5本で誘われレーズンで焦がしちてあれそう起こすねあれ起こしてしまう そうやね。体重測る？はい、これはそういうコーナーです。体重測りますか？それでは、はい、これらを食べて今とりあえず何キロですか？では食べ物の話も終わったところで、ナズさんの体重測定です。ではお願いします。わかりました。今乗っておりるも関心めっちゃ多い。はい。OK じゃあいっしゃ。さあ。 では発表お願いします。百二キロ。ああ、何これっていうこと。<laughs> 何のチーなんこれ。いやこれはね、百、はい、キロ未満でファンファーレがなる予定だったんです。ああそういうこと。二桁けってた。ふたやったら。でわかるその設定が別にや痩せるとも言うてないのに。<laughs> いやいや一応これ。だってほら前百キロ切ったっていう話で終わってるんでダイエットしてて。うん。 そそううあれ間違いじゃなくてあれはだから違うよねなんか平たいところマットの上に置いてて切ったと思ったら百でもそれでも101やったんかなぐらいやったんかな増えとったわでもこれあれでしょ服着てるからまあ服着てるからほんまに101もう現状1なんや もしかしたらね。バンバンざちゃいます。でも、なんか、ちょっと思ったけど。痩せたろうかなっていう気はするわな、ここでするって言ってたら。それを狙われてるんちゃうか。私でも。え、する、測る。皆さん。今ですか。測ります。測る。皆さん、測ろうじゃ。取ってる気がする。服、ありきですか。 服それあのいや上着脱いでいいよ。私 T シャツ着あ上着脱いでいいですか。本マ太ったわ。結構。いやでも今やっぱり一番イシまだ肩痛いや。脱がれね。もう脱がでえよ。ええ脱ぐ。結構。気分が難しいんじゃん。そんな痛いの。イシャでもまたひどなってんちゃいます。スカート脱ぎたいは思った。スカート履いてきた今日。あれでもイんが軽いからあまだスカート脱ぎたい。脱ぎ。誰も見ニーにやったらスカート脱ぎたいいいやん。 だって、またスカート脱がなあかんねん。それ、何でスクール水着着,着てんの下、下 <laughs> <ツ>何、それパ、パンツ。パンツです。いや、やっぱりな。あ、やっべ、岩見さん。何キロ。やっば。えー、岩見さん、何キロですか。八十点四。八十 <laughs> いや、その町。やわ <laughs>、人生で初めて八十いった。あ、そうなん。はい あ,あ、かんってややっん。七十六ぐらい。家におって、ゴロゴロしてるが余計な。いや、一応でもウォ、ね、ーキングを。三キロぐらいあるんじゃないかな、このスカート。あ、やばいな。絶対三キロもないわ、スカート。何キロ?。七十二キロ。ああ、六。何が基準で、チンを鳴らしてんの?。前言ってた体重。デーブ、デーブと思ったこれはやばい。ばいみんな重たいな。80あ 72キロ102キロやってこれだって3人でもしなんかの乗り物系のロケ行きましょうってなったらちょっと無理ですって出てくるんじゃないこれいだって3人足したら 250?250 250ぐらいあるよあやっぱいや岩根さんやばいっていや分かってるね痩せなあかんだこれちょっとや <laughs> 72ちょっと待ってキロいや、ええよ私もじゃあ1切るように頑張るって言ってちょっと元に戻さなあかんだから65まで戻しますわ 65ね。はい。65って凄ない ?7 キロやで。いや、そやで。7キロ太ったんす、私。あ、ほな戻し。あ、半年前は。7キロ、そう。65キロまで行ってたってことか。うん。で、岩見さんは何キロやったんべ、七え、いや、もうそんなん言うたら、めちゃめちゃ痩せてる時は50キロ台でしたもん。怖っえだからほんまこの。怖っだからお前、徐々に徐々に太っていって、めっちゃ痩せてる人やったんですよ。いや、だからとりあえずは75ぐらいまで行かなかった。ずっと、 ここ5年、もう3年ぐらいまで、私の方が絶対太ってたんですよ。岩見さんより。ああそ,うそうです、そうです。なんか私の足太いでしょ、みたいな漫才してて、ここ最近どうも受けへんな、思ったら、岩見、うん、さんめっちゃ太ってるやん、お前が言うなやみたいな、みんな思ってんねやろな <laughs> や、ね、デブでしょ、こいつ、みたいなのが全然受けへんんですよ。 どうするどうしますどうしますまあでもこういう言うてしもたらほんまに痩せなあかんよそうねこのご時世なかなか難しい私はちょっと2キロだけ減らすわじゃあまず1キロでも痩せて7 0キロでも減らす減減ってなかったらそうしようそうですよで恥ずかしめを受けるそうやね恥ずかしめを受けるからねほんまにはいそれ何にも罰ゲーム何にもないから でもホリはね、そうそうそ食べたいもん食べます。このテンションの下がり。いやそれ、8分いってると思わなかったら。まあでもね、皆さん、それ自分の体重を思い知ることができてよかったですね、今日はね。はい、本当にそうです。じゃナジャの今週何食べたのコーナーでした。ナジャの今週何食べた？好きなものを好きなだけ、好きな時間に食べている自堕落な生活を送っているドラッグクイーンナジャグランディーバ。 そんなナジャさんの食生活を公開しつつ、今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです。<laughs> これ意外に好きなんですよね。そうなんですめっちゃ楽しみにしてきました。人が何食べてるってちょっとやっぱ興味ありますね。ただ体重計乗らなあかんのよ。いや、それです。そこやん。でも、だからこっち聞く方は、別にね、体重も全部楽しみ。いや、じゃあ自分らもわからなかった、ね。そうやね。二<あ>人もからなた。二人もわった 乗ってましたっけ別にええねんで、体重全然。いや、ま、確かに。二人はやっぱり言うてもなんかさ、女の子やし、どうなんかなと思うんだけそこまで嫌じゃない。いやだから太ってませんやん。それはずい。恥ずかしかったな。痩せてませんよ。う三人と三人とバリはずい数字やもんな。それこそ藤原さんが言う精神、だいぶ強い、強靭な。いや、でも、はずいと思ってないもん。 別に、大変。私も、床抜けんちゃうかな、思うよな。体重全部。確かに。いや、それちょっと八十超えてたのは、柔軟にショックでした。普段測れへんから余計に。そうなんです重いし。あ、そっか、岩橋さん、80超えてた。あの、そう、超えてて。だから、それね。私も、ほんま、ジュニア級やな。二人に来られたら。お前な。いや、どでも七十キロ。七十。0 7 2 7 2うん。うん。そやで。あんまりや。いや、忘れてました。それはね、もう、まあ、あんまりや。あんま丸や。 <laughs> <laughs> じゃあまたちゃんと記録を撮ってたんですかそ<う>記録を撮ってさあもう写真もさあ撮ってこれじゃあバーッと発表していきますねいますじゃあ日曜日からお願いします、はいえー、日曜日5月10日えー、ウーバーイーツで、えー、マクドナルドを頼みましたえー、ダブルチーズバーガーグランクラブハウス、えー、ポテトチキンナゲットえー マスタードソースが良かったんですけど間違えてバーベキューソースを頼んでいます頼んだの間違えてあと青汁え？青汁ですちょっと野菜も取らなかったなと思ったからでそのが晩ご飯ね夜食がオールレーズン四枚で桑村ハムのウインナーです 続きまして11日月曜日え晩ご飯はいえどん兵衛20分待つちょっとどういうことですかひきわり納豆2パックそれにえ卵とえチキチキさんからもらった海苔を入れましたああでレトルトのハンバーグで干し芋でああああああ これは晩ご飯です、はい、でその日の夜食はりんご1個シガール1本きゅうりのキムチ桑村、えー、ハムのウインナーでございますでは続きまして12日火曜日の晩ご飯、はい、えー、カムジャメン、えー、韓国のじゃがいものラーメンですね袋麺の。 それに、えー、ウインナーとにんにく卵レンコンキムチを入れました料理してるそれが晩ご飯。すごいで、えー、夜食、はいえー、マスカット、はい、ブランデーケーキ<お>で野菜ジュース桑村<ー>ハムのウインナーさ <laughs> <laughs> あそして水曜日です、はいはい 水曜日の晩ごはんは、えー、レトルトのハンバーグ、えー、で冷凍のエビピラフに冷凍のシーフードミックスをプラスでゆで卵2個みかん青汁そして干しいで、えー、夜食でキウイ2玉 でシガール日本でブランデーケーキでこの日は、えー、ともう一回夜食食べてますえー、でもう一回夜食食べました朝まで起きてたんですか、はい、そういうことうん、えー、夜食の後の夜食がひ、はいえー、きわり納豆2パック、えー、卵豆腐と海苔を入れました朝食やないですか <laughs> クワムラハムのウインナー。<laughs> はいあ。今日食べてなかったわって思ってた。さあ、そして、えー、木曜日の晩ご飯です。野菜ジュース、レトルトカレーにレトルトのハンバーグをのせました。<laughs> はい。えー、で失敗したゆで卵。え？はい。でクワムラハムのウインナー。ここできた。<laughs> 上に上がってきた。<laughs> <laughs> で夜食、はいえー、ブルボンの,あのバームロールあーあ,あ美味いしい、ね、で干し芋<お>で桑村ハムのウインナー <laughs> ここはもう絶対ここにはおる <laughs> <laughs> 一回スパー開けてもうたから <laughs> 逆に中毒性が <laughs> さあそして金曜日の晩ご飯ですね、はいえー、卵かけご飯 じゃことチキチキのりをかけましたま、えー、で「ビッグアップルハーフ」っていうパンがあるんですけどはい、はい、大きいのビッグアップルハーフのハーフでございます<っ>で淡路島の玉ねぎハンバーグレトルトのやつね、はい、でコールスローサラダこれが、えー、晩ごはんで夜食りんごのパイケーキ キリンゴとパイの間に「のう」いりますリンゴのパイケーキっていう名前なの商品名がでキウイ1玉で発作的なやつなんかよくわからない発作やと思うんですけどちょっとちっちゃめのそして桑村ハムのウインナー それがこう私が食べた、えー、夜食よやよ夕食夜食ですねこれでございますよムハ解禁や皆既んっすね山のようにあんねん冷蔵庫にこれ秋品秋品なんで、ね、秋品からだちょっと食べてなかったらやっぱりすその日の一日の終わりに入れてますもんねそうそうでそっから中毒的にもダバダって食べてます、ね、夜ご飯にも出てくるハンバーグ率高いっすねハンバーグ結局 家の冷蔵庫に入ってんのがレトルトのハンバーグあれ桑村ハムさんのいやじゃなくてでその桑村のソーセージと納豆納豆ちゃんと食べてが入ってんねであとレトルトのカレーも結構あるんですよあとそのチンするご飯すごい変化ですよいやこれはだからレトルトの このハンバーグ失敗した時、レトルトのハンバーグが冷凍のやつやったから、結構30分ぐらい湯煎せなあかんから、はい、その、湯煎してる鍋に一緒に卵をポンと入れる。ああ、ついでこれと、こう、で、卵、茹ですぎるわけよ。あ,あ、はい、はい。ほんで、なんかめっちゃ沸騰してて、ごどごて。はい、あー沸騰してる、どうかなって見たら、卵に日々入って、はい、 こうなんか黄身がビルビルっとさくるくるくるってヘビ花火みたいに出てくる <laughs> 出てきて白身じゃなくて黄身が <laughs> 白身が白身それ <laughs> <laughs> これもちょっと割れてるかなと思ったけどまあええかなとヘビ花火って懐かしいなそそのままして大失敗してるだ別に食べれるやんえ確かに形平れてるそうなんですよすこな料理 するよね<え>んそうなんですよちょっとアレンジだからただ冷凍ただ食べるんじゃなくて自分でアレンジしたりレトルあエビピラフ冷凍のエビピラフに、うん、シーフードミックス入れましたよそうこれも別に料理じゃないよいやでも一手もこうやってます、ね、だって冷凍のエビピラフはこう電子レンジやんかお皿にビャーと広げてはい、はい、でその上に冷凍のシーフードミックスもジャッと入れてかくまぶしてでチンしただけ。うん いやでも一個の手間かか、うん、るぐくさんにしたっていう、うん、ね火曜日はでもちゃんと料理って言えるぐらいのカしてるメンゃいいやこれもうどうなんやろこれは一応袋ラーメンみたいなのを自分で鍋で作る袋ラーメンを作るやん、ね、でもその袋ラーメンを作る前にお湯沸かすやろそのお湯沸かす時ににんにくが青森から届いてんわいいじゃないですか、はい、でそのにんにくをあの入れて、はい、でそれで まずにんにくをホクホクにしたなそのなに水でラーメン作るわけすごっだから一家を沸かすと全く大事そうやゆで卵とほんでそこにあとソーセージと全部ジャーっともう全部入れてはい、はい、食べたとでも洗い物が増えるの嫌やからもうお皿ももう,う極力一個にしたいからこれもラーメンは鍋のままからあもう鍋のままでまあ、<し>う一人やったらねうんそんなもんくらいかなあとはだから黄色つって野菜 そう野菜,、ね、野菜ジュースの、の青汁が入り出したんですね。<う>前回この青汁あんまり普通青汁って毎日飲むもんじゃん。こえこれ自分で作るやつですかそのこれ冷凍であのー、明日のモかなと思って出しといたら、はい、その次回答で起きたらで溶けててジュッて飲むっての持ってたまにでいいんですね青汁も。そんな数ないから。 いやでも結構ちゃんとやっぱ前回と引き続きちゃんと気にして野菜はとか果物は取ろうとしたとかね。うん。ヘルウイを玉って呼ぶんやなっていうのが発見です。キウイなんて呼ぶそうなん何なの正解一個一個でのか。まあ玉でもいいけど。まあ言うほど大きないからな。ヘルシー大きさだあれ？大きさでもないけど。スイカとかだけ？ひと玉でもキャベツともひと玉ですね。 みかんは1個やもんな。グレープフルーツは。1個。あ、ほんならキウイも1個かな。はい。そうですね。多分。うん、そんなもん。マスカットも。っでもなんやかんや、じゃ、そう、ウーバーイーツ。ばっかりに頼りきになってるのかなと思ったら、この週は。割と。マクドだけちゃいます。この日曜日だけちゃいます。いや、だから、ちょっと使いすぎたなっていうのがあって。この前まで、ウーバーイーツ。で、ウーバーイーツが。はい。 誰が持ってくるかちょっと写真出んのよウーバーイーツって頼んだら、はい、<の>あっそうなんですねそのこの人が届けてますみたいな、はい、でもそれ,ってそれが出るわけよ、はい、でもちっちゃくてどんな人かよう分かれへんから気になるやん、はい、でもその人とはもう玄関先に置いてくださいっていうだけでやり取りが全然ないから <laughs> どんな人が来るか楽しいでだから言ってたのいてるって言って <laughs> はい それをやりたいためだけに頼んでたとこがあんのよ。どんな人が来こやろうと思って何でもいい。何でもいい。だってバックドだから、ちょっと自分で買いに行けますもんね、どに。な人来るかみたいっていうので、頼みすぎてたから、ちょっとあれかなと思って。ちょっと、うん。休冷蔵庫もいっぱいですもんね、だって。そうか。ね冷凍食な何とかしていかな、もう。していかなんか。プラス、実家からまたなんか、 干し芋あれも届いたし、この干し芋はお母さんが送ってくれたやつらですね。そうそう届いてて、そうやね。でもでも干し芋好きですね。干し芋もようほとんど毎日食べてるもんな。そう、ずっとあるからあると食べてまうねんな。ハンムーグラハムと干し芋でできてるんじゃます今ほぼハンバーグなと。ハンバーグハンバーグハンバーグとな。でも痩せてるかもな。そうこれちょっと今日体重測って。いや私も多分痩せてる自信ない。でも運動は何もしてないですか？家の中でちょっと。 軽いジムてジム的な運動みたいなも。えっと、ウォーキングはしてる。あ、ちゃんと週何回ぐらいですか。パリコレ風モデルある。あ、そうや。それの中で、うや。いやそんな外わざわざ散歩に行くっていうのはない。やってないそんなは。本当だこう今日ね、でもこれなずさんが食べたものの写真はツイッターにあの番組ツイッターに載せてますので。びっくりするぐらい。

キロ出た言ってください。長者さんは前回102キロでございました。乗ります。で2キロ減らすと言ってましたけど、ではお願いします。ソーシャルディスタンスだから自分自己宣告自己自己宣告制でいきましょう。はい。何キロですか？102.6。102. あれ？あれ <laughs> これ笑われるっていう音声い <laughs> 微妙やな。<laughs> いやこの笑い声ピンポンピンポンじゃなかったら増えてるってこと言っちゃいました。<laughs> え、現状維持はピンポンピンポン鳴らしてくれるんですか現鳴らしてくる、鳴らしてると思う。あー、600g た600にちょうどやった。へぇー。私これ分かった。何すかうんこやわ。違う。あるあるあるよ。そう。でも前も出てないって言ってましたよ。あ、マジではい。今日出てないから多分ちょっとって言ってました。そうや、前乗る時いつもだかうんこみ、うんこみですもん。ちょっと超えましたね。ちょっと超えたな。えー。そうか。じゃあ、2人測って。はい。

79.0! 何やった言体重ちゃうよ。やいやいや、いや、でも、80代から70キロ代になってんねんもん。これは嬉しい。 やったー言うでしょ。7大きい、大きい声で恥ずかしい。やばいしょ。まだ痩せなあかんけど。大きい声で、やったかも。七十九点ゼロ。前回入ってなかった。車、あの、ポケットの中に車のキー入ってるから。もうちょっと痩せてたわ、ちょっと私やばいな私、ちょっと今、暴行パンパンやんなそんなに急いでいたぐらい。前回、私七十二キロやったから。72キロでしたはい。あ、ジーパンや、るんで今日。いそれは。 やったえ7 0っ、そう <70. 9! S 1> <laughs> なんっしゃーいっしゃーどんどん聞いたら大したことねえなと思っでも嬉しいやろ、いや、このね、なかなか運動量減ってるわけですよ。どうなんでもそれ、よう思ってたわけでもないでやろ別に。いやいや、正直ほんまにちゃんと週4はウォーキングしてるんですよ、マジで。あ、そうなんで、ウォーキングしてんのはい。はい 外スポーツマスクしてし。うん、何にも。正直、もうちょっと痩せてると思ってたんですよ。ただ一切楽しみにしといて、ほんまに体重を測ってきてなかったんですよ、ずっと。私ね、何も石原さんは結構減って、1キロ減ってるやん、ほぼ。ね、何もしてないんですけど。あ、でも自炊ちゃんとして、外食減ってるからカス汁をね、また作ったんですよ。怖ないですか <laughs> カス汁をずっと飲んで、<laughs> うん、飲んでることで体重10キロあの減らしたのを維持してるって言ってて、 ちょっと最近カス汁を休めてたんですようんたまた最近カス汁をねカり出したええってことじゃ多分私体にめっちゃ合ってるんですよ、まあ、きっとよく豚汁ダイエットとか言いますもん,なんかもう一日汁したまあ野菜多いしあとか酒のカスで私でもほんまに、はい、この分からんけどお通じはめっちゃ悪なってるあそうなんですか、うん、う青汁とか飲んでてもそう やろうなちょっと一回あ、うん、あこれ音楽大きなってあそっか<ー>終わらなんか、ね、あ<ー>らなんかん、ね、ということで来月の食生活、うん、そして体重はどうなっているのでしょうか以上「ナジャの今週何食べた?」でした「ナジャの今週何食べた?べた」 いい好きなものを好きなだけ、好きな時間に食べている、自堕落な生活を送っているドラッグクイーン、<laughs> ナジャグランディーバ。そんなナジャさんの食生活を公開しつつ、今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです。これ読むしんどない。ですか？れ意地が悪いわ。もうそばちょっとよそっとから。出始めてしまったから。 もうねいやいやもうこ呼んで呼んでほしい好きなもの好きむちゃくちゃ言われてますよだってでもこれはでほんまのことやからなほんま好きなものしか食べてない偏ってるしじゃあちょっと日曜日から今週1週間分の夜のごはを発表しますねまず日曜日はいえ胃がもたれてましたのであそうだよ夜欲しもを食べました夜か ほしいもん。うん。で、えー、もほしいもだけです。おお。主<お>に疲れてたんですね。三百五十グラムって一袋。それ全部食べました。まあでも欲しいもですか、ね。で夜食に、えー、コーンフレークのみたいなやつでチョコワっていうのがあるんです。チョコワあ,ありいます。でイリコナッツ。イリコナッツ。クアムラハムのウインナー。出た <laughs> 出た。出た <laughs> ホッとするなたかからで月曜日です、はいえー、仕事があったので夜に、はい、読売テレビの弁当、うんえー、で夜食がみるみるイカの姿フライでみかん一つ桑村ハムのウインナー火曜日です、はい ウーーーバイツししました海鮮スンドゥブ蒸し鶏のサラダ野菜ジュース<し>で、えー、夜食ですね、えー、ミックスナッツ桑村<ー>ハムのウインナーはなし<ー>で6月10日吉野家の牛丼 えー、頭の大盛り卵いいで,す、ね、で夜食ですラムネ菓子米粉桑村ハムのウインナーかよかったでそのあとしばらくして夜食の夜食ですねええー、スイカ <laughs> 木曜日です、はい、ええー、ちゃんじゃの卵かけご飯 マルシンハンバーグ2枚 2> あ欲しいなで夜食はミックスナッツー、えー、レーズンブレッドバナナクアムラハムのウインナーで金曜日ですはいえひとりしゃぶしゃぶのしゃぶ亭で豚しゃぶジャンボ <laughs> で夜食が 五田壮楼の赤青2つ桑村、うん、ハムのウインナーでございますあ,あこれが私の今日の1週間のメニューでございますこんなに心配になるもんやな心配になるそうやねんこれはほんまに怖さはったんかなと思うぐらい違うねんどうしたんですか ミックスナッツを食べて食べたやん。はい、夜食にね。そう。でミックスナッツで、こう手で食べるんじゃなくて、スプーンでこうすくってバリバリバリ食べてんねんけど、それをどうだバリバリテレビ見ながら食べてそのまま寝とって。だから猿やって猿やって。お猿の常てでハムを食べられない。食べようと食べてもいいやけど食べ食べられんいやけど。そうやねん。 朝だから結局これ朝にも食べたりすんねんけどでもホクワ桑村ハムはずっと食べてるわ飽きへんですよね飽きへんわずっとでも絶対夜食なんですねそう夜食でも本ンはもうつまみみたいにちょいちょい一本だけ食べたりはしてんねんけどああそれやったりしてないんやそうそう晩ご飯の時は晩ごは何食べたらそう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 晩ご飯からやから はいはい、晩ご飯の時はあんまり食べへん夜食の楽しみで置いてるから夜食をね、はい、必ず食べはんのかないやもう食べるこれなんですか朝を食べてないんですか朝を食べてないっていうよりは、はいはい、晩ご飯ってまあまあ早かったら8時とか9時、はいまあ、遅かったら12時とか。 ねんけど、はい、結局年のが私朝方まで起きてるから、はい、その3時4時とか2時3時4時ぐらいにやっぱりちょっとお腹空すいて食べるのが夜食になってそこは絶対食べんのよなんかはでもそれを結局なんかわざ,わざわざ食べに行くっていうのはないから夜中,しか夜中し家にあるもんで食べるとやっぱり桑村ハ,ハムとかになることが多いね ちゃんと家でもも食食べて<う>外食も出て外出きましたたねね出てきました、ね、うまししっすゃぶ亭は、ね、でもちゃんとコロナ対策しててアクリル板置いてたね透明のアクリル板がこう敷ってあって一覧みたいになっとったへ、えー でもね飲食店さんみんなものすごい努力してあるただこれ私いつもこの豚しゃぶジャンボっていうネーミングいやそうやと笑わてちゃうんでんか私頼みにくいなって感じするの名前ですや豚しゃぶジャンボっていうてるやんかいやあそこまでいいですよめっちゃくるんやなみたいなジャンボとかうん 豚しゃぶジャンボでも女子でジャンボやっぱり言ういやだからたどのぐらいなんですかどのぐらいジャンボですかどのぐらいそういやじゃあ分かるもうメニューに「豚しゃぶジャンボ」って書いてあるね、はい、だから豚肉がめっちゃ多い多分倍じゃないと思うな1.5ぐらいちゃうかなあもう全然これ写真やったら私余裕ですもんいやこれだって豚しゃぶジャンボっていうんやからだいぶ入ってんちゃいます3人前ぐらいは入ってんちゃいますいや入ってないと思うそうなんや 美味しいな結構でも食べ,食べた感じしました結構お腹いっぱいになりましたなるやっぱでちょっときしめん最後あるやんあっいけるんですか 一本だけ残したもん。い一本しか食べられへんかったって一本残したは言わんでええぐらい。それも隠れたから。いや、なんかピチャッと落としてもうたとか、そんちっ一本にしか食べられへん。逆に一本やったら食べてばいや。いや、なんかこの一本、ちょっとあかんない。や、俺、夜食で5ソロ赤2つ食うてるいや、なんかてるからね。そうそう赤2個ってかなり。夜な。一一本、もう最後の食べられもう苦しい苦しいってなってる人間、どんな時間空いても、 いや全然食べれるこれしかも箱の写真やんかなんでかって言ったらもう食べたすぎて写真撮るの忘れた箱だけがあるっていう合わせたと思って慌てて開けた箱の形してる。 でもそやこれゴ座ソろってテープしてくれててるからもどかしいってテープ白ワンの方はこれ昨日買ったから前の日に買ってるから白をまず2個食べてたわけよあれ白か赤を残してた両方どっちも食べてたそうそうそうあれ結局赤の方が好き派でしたっけででももも赤の方がががまだうここ白はい 年取ってきて白の良さが分かるっていう話をちょっと前に聞いててはい、はい、そうなんかなと思って白を食べたのがこの時やったおどうでした白は赤がいいやっぱりちょっと物足らん赤が好きだ、うん、ったからこれもほんまにどっちがどっちが好きかは聞いとかんとあかんやな それれぞあのあっ好みがねやっぱ買っていくのにねうん。でもそれからこの間家族でちょっと言い争いになってたんやそうそうそううちのおばあちゃんおばあちゃんが白あんなんですよ絶対にうん。白あんが好き妹が妹が赤しか買って帰らんかったらしくって喧嘩あでおばあちゃんがちょっとやっぱすねたみたいなのあるからいやそれは知ってる頃にあんた知らんかったっていう話をねしてたんですよ。どあだから結局なんかようさん買う時はまあまあ半々ぐらいがベストなんで。てええますって。 白は好きな人ってやっぱ少ないですって。あ,私っってあ、やっぱり白が少ないの少ないですって。少数派ですよ。割と黒い、あ赤よりの白も食べたい派です。うん、え、で両方いきたい。っ個ていこうかっていうのベストは何なんやろう ?8、2。2> はえー、えー、いや、そら少ないわ。い6、4ちゃんいやー、白多すぎますって。7、3ちゃいますいや。7、えー、えー 三人もおらんのよいや、わがん七三六四ぐらいやって。八二やとだってもう二個しかないねんで。だってね、白しか食べられへんっていう人は二人ぐらいですって。思いません<う>結局は、どっちか言うたら白かもしらんけど、赤も別に好きやでっていう人は、なんですって。<ー>白が好きなんは。ね、ただ、赤や言う人は白やとがっかりする人の方が絶対多いから。ああ、まあそう。絶対八二やと思いますよ。八二<人>結構攻めるな。 いやもうどうせ攻めるんやったら赤ばっかりでもいいと思いますよおばあちゃんっすおばちゃんおばあちゃんみたいなのは変わってるねって言われるだからいやでもその結構いますよね白が好きっていう人からマダムコッコさんもコ,コさん、うん、年取ってか50過ぎてから白がいい,っいだって今知り合いだたからそうやってマダムコッコさんも入れて考えてみてください、うんうん、だ4つも買いすぎでしょ白そうやな でしょ。みんな一個ずつ分けたとしたらでしょ。四つは買うもう本当に今のとこ岩見のおばあちゃんとまだもこさんしから知らんわ。広橋広司家ややっていう人、うん、大阪で二人やわ。だから八二、うん、ですって。<ー> <laughs> あちなみにサ、うん、ブテの豚しゃぶジャンプ二個二倍？あ二個二倍？

じゃだからやっぱり両方出さないす出してもらうけど肉はもう全部ごまだれごまだれですかネギ山のように入れてあおいしいですねにんにくもいっぱい入れてにこれでそう一個だけ聞きたかった何曜日か水曜日か水曜日スイカは自分で切ったんですか丸ん。スイカはカットスイカなんかそれこそその昼間にスイカにはシトルリンっていう成分がいっぱい入っててそれが何いいんですか あのー、それのシトルリンっていう成分を取ったら元気になるっていう話を聞いたから、はい、スイカをカットスイカをカット食べねいそれだけすぐやっぱ聞いたら元気になりたい元気になりたいと思っなんかしんどかったしそのシトルリン取らなあと思ってでもよう聞いたら、はい、その元気になるっていうのはいわゆる男性的に元気になるっていう成分やった,たえー、どっちかっていうと、えー、初めて聞いた。 スイカでスイカがそうやねんってシトルリンえ知らんこと多いなでも何にも買われへんかったよ何にも変われへんかった一回食べてもあかんねえと思う毎日スイカ食べると結構毎日スイカって結構むずいですね今回でももう野菜ジュースが減りましたねほんまや野菜ジュースがでも朝とかに飲んでるからあ飲んでるんですね大体一日忘れる時もあるけど基本一日一本は飲んでます あじゃかった私結構ナじさんと同じぐらい量食べるなと思ったからいやでもね今週はちょっとはちょっとやっぱ少なかったっすわそうやろなんかちょっと食欲なかったんやなんかしんどくてでもねそうやって聞いてて「もしもしした病気かも」ってまた言ってはったからどんな量なよと思ったら普通に食べてそれは普通の人よりは食べてますけどほんなら減ったかな体重減ってるかもこれは減ってるんちゃいます いや可能性る減ってねどんどん乗っていきましょうかでは食べたものの話もね例の体重測定ですナなルさんが前回の放送では1 0 2 6キロでこの前回の最初のあじゃあサタデーの最初の回でじゃあ2キロ減らすと言ったにもかかわらず増えてました前回はね今日はどうでしょうかということでちょっと今度もしかして2桁夢の2桁ああもう出たんですか 101.8 もう言ってる人これ何が多か我が本末転倒減りすぎて大問減ってるからなんかもう何問題だよ減ってるいや減ってるって言う人は違えちゃうねこれちょっと厚なったから服装がなちょっとだ軽くなった分やって今度前回だと百二キロよりだいぶ減ってますね零点四や零点四やおしっこ一回さっき言いたおしっこいやそんなでんのいやいやもういやこんおしっこででやいさん行きます 行きましょうか。今、えーね、さ前回は七十そう。ちょっと痩せたんですよね。ねじゃあ行きます。ね、よし。いった。え？じゃあ行きます。七十八点八です。<laughs> <laughs> い ずっと落ちてんね全員トイレ行っただけちゃう、これ。んまやで、それ、もう一緒ちゃう。いや、これこそ、ほんまにおしっこぐらいやったじ。<laughs> じゃあ、私行きますね。はい。石田、はい、さん、七十点九キロ。前回ね、七十点九キロ。はい、どうぞ。七十一点六キロです。えぇ、増えてるやめっちゃ。<laughs> めっちゃ増えた。 めっちゃ増えた。服装は軽くなってるんやで。そうやで。ほんで汗もよくかくやんこの虫歯して、それで増えてるってもう。何食べてた。え、パスタめっちゃ食べてましたいつもパスタに、あの、家で、おね。大盛りで食べてまうんすよね。もう外食が増えてきたからですよ。ほんで。結構自粛の時は自炊してたけど。たこ焼き。たこ焼き。外食。 あの普通店のたこ焼きもう50個ぐらいだオリーブオイルそれもめっちゃかけて50個食べんのたこ焼きめっちゃ食べました美味しくて そうや。ケータリングでゆで卵何個食べたいねこれ食べてなかった。そんな食べてた。まあヘビヘビヘビ。何のよう噛んだ方がええ。まあちょっとヘビみたいな。歳も歳やから。飲んでたやろみたいな。ゆで卵。ここで野呑み野呑みとけみたいにご飯が上あがったりした。どんな飲み込んでんのかな。どこで楽しんでんの。 まあでもそうか。ああでも背中ちょっと外食上出すと増えねえな。でもだって岩見さんと私は減ってたからよかったね。もっと減ってろ。そうか。でも良かったです。そうですね。良かった。徐々に徐々にですね。ということで来月の食生活そして体重はどうなっているのでしょうか。以上ナジャの今週何食べたでした。ナジャの今週何食べた。 好きなものを好きなだけ好きな時間に食べている自堕落な生活を送っているドラァグクイーンナジャグランディーバそんなナジャさんの食生活を公開しつつ今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです <laughs>、はい、<laughs> 日曜日からね一週間分の、はいえー、夜ご飯を夜食を、はいえー、皆さんに公開してるわけですけども めっちゃハマりますよ、これ何そうなんですよ。これ、めっちゃ楽しみにしてるコーナーです、今。あ、そう。なんかそれで、前回もなんか私の食べたやつであ。今日もめっちゃ牛丼引っ張られてもって。てあれ牛丼ほんまに食べたくなって。て吉野家じゃないとかもで,できひんと思って、うん、検索して、近くの吉野家探して、わざわざ。うん、この同じやつを食べるの私は、 あの全く一緒になってたもんっていうかいつもあれなんですよいつもそうなんですはいあの波の頭大盛り卵卵が一緒なんでいやその量食べれないんでえっ食べられへんのは朝食なんですよそうなんいやいや波は食べるよ波のつゆだくの温泉卵温泉卵温泉卵乗のせる方が好きなんですそう知らんかったそんなあんねんな温泉卵は知らないですか 生卵卵かか温泉選べるじゃないです昔はなかったですけどちょっと高いんじゃうかな温泉卵一緒やろえ生卵私はでも生卵しかたな私も生卵知らんかった温泉卵おいしいですか一回食べてみてください美味しいそうするわ美味しかったわ最高でした今日今日も何か食べたい今日帰り食べてまうかもしれないっ釣られてそうなんです分かんないやってもうたなってほんまに後悔するからでもちょっと自粛解除みたいなになってねちょっと外食増えましたね外食もちょっと入ってきてるから これもまた、ね、じゃあまず発表しましょうか。お願いします。行、はいえー、きますよ、はい。日曜日です、はいえー。マダムココさんと、えー、ステーキ、ーほうれん草のソテー、きのこのソテー、マッシュポテト、スイカ。えー、でその日の夜食でございますね。えー、野菜ジュース。 パイナップルの缶詰、えー、米粉桑村ハムのウインナーでございますすてきなと桑村ハム入れる <laughs> <laughs> 次いゲッツよ <laughs> いきますえー、野菜と、えー、鶏の胸肉を炒めてみました自分であ<お><お>自炊びっくりするぐらいまずかった <laughs> <laughs> <laughs>、えー、それと野菜ジュース えー、レーズンパンバナナ給食のメニューでその日の夜食ですえー、ゴールデンカレー辛口ラムネ菓子桑村ハムのウインナーでございますじゃあそして火曜日いきますよ、はい、えー、マダムココさんと外食 お好み焼き、ナポリタンパクチーサラダタコチーズ焼き焼きアスパラ目玉焼きのせあ鉄板焼きあせ。そうでその日の夜食でございますね、はい、えー、スイカ飲むヨーグルト桑村ハムのウインナー では続きまして水曜日でございええ福岡放送の楽屋の弁当を食べました<ー>で、えー、その日なんともう今日は福岡一泊やから桑村ハムないかなと思ってたら<お>そこの番組の「この女子白書」っていう番組のプロデューサーが「はい、今日も食べますよね」って言ってお取り寄せ<わ>福岡までしてくれてました、えー、なので桑村、えー、ハムのウインナーを食べてます でそのままホテルでその日の夜食、はいえー、新大阪で買ったゆで卵ここでここで食べなかったんですよて帰ったややで桑村ハムのウインナー持って帰ってきたいやや再び、はい、さあそして、えー、木曜日、はい、ロイヤルホストに行きました<お>ハンバーグシーフードドリアエビのコーンスープでございます で夜食エビのコーンスープ桑村ハムのウインナーのみさあそして3日金曜日ですね「野菜ジュース」<お>「ペヤング焼きそば超大盛り」お「おおめっちゃでかいやつや」「胃がバリバリ持たれました」<laughs> でねえー「で夜食」「チョコワ」「に プロテインのミルクをかけて食べました。そしてバナナ。<れ>でもその後またお腹すいたから夜食の後またちょっと夜食を食べました。夜食。クアムラハムのウィンナー。<laughs> なんか <laughs> もうさっき食べといで、これまた食べてなかった。<laughs> 以上でございますよ。<laughs> はい、これが一週間の私のメニューでございます。ちょっと待ってください。さっき話に。うん っ気になるとこ月曜日にバナナを食べてはるじゃないですかバナナ出たなと思って、うん、ここでいろいろ出かけててバナナ忘れてて 1>、うん、で1回んか思い出した時にバナナを食べへんかったって、うん、怖いから食べへんかったって言ったら、うん、こ金曜日の夜食に食べてるバナナはそれじゃないんですね、うん、違うね また新しいもの買ったんですか。違うやつそう。あ良かった。違うやつこれまさかもしかして実は食べましたかなと思って笑けててんけど。違うんですよ。怖かったからザフライになりたくない。ザフライは違うって考えだから今までずっと野菜炒めを作ってみてんけどまずかった。 これ,がこれねたみ見た目めっちゃ綺麗です今写真もらってるんですけどううすびっくりするぐらいまずかった何がまずいんですかこれめっちゃ見た目綺麗これこんなんねだって炒めてるだけじゃないですか<う>まずくなりようないでしょううんめっちゃまずかった塩胡椒<肉>しましたこしょうがなかったから塩あ<ー>で塩して食べたらな,なんか甘おいしないなと思って、はい、でなんかちょっと味付けなんかなと思ったから、はい、家に長谷園のさ はい、松茸のお吸いいっていうやつあるやろあ,あ,あれのふりかけっていうのがあってんああのお吸い物じゃなくてふりかけ味のそれをじゃーってまぶして混ぜてみてんけどなんかちゃうなと思ってほんでごま油かけようかなとちょっとごま油かけてんや<ー>なんかもうよう分からん味になって美味しなかったわ。 オースターソースとか、醤油とかで良かったんちゃいます。ほんなら、もうなんか味ないなと。焼肉のタレとか、お好み。な、ないもん、そんないい。醤油はあるわ。あ、じゃ、醤油の方がまだ良かったんですか。失敗してんだから。見た目全然綺麗。そう。ちゃんと切ってるし。これ、自分で切ったんですか。あの、なんか野菜切ったやつ袋。え、野菜炒めの野菜みたいな売ってない。はいは九十八円ぐらい。それ。味スイーティー。肉は。肉は。そう。なんかもろてん。 肉もやるぞ。胸、胸肉を。あ、な、ちゃんとそれを自分で切って。そう、切って。ハサミでな。あ、あ。もう、あの鍋の上で、フライパンの上で、ハサミで。美味しい。ちんちん、ちんって切って、下に落としていくやつ。まな板も使え。でもね、できる人。そう、だから、それが美味しなかったから、夜食で、ちょっと、なんか、え、美味しいの食べたいと思って、こう、カレー食べて、しもてんね。あ、ゴールデンカレー。美味しいですもんね。ちゃんとご飯もつけて。そりゃそうやわ。 カレーやいやいやだってカレーやのにご飯たからへんってったからいやこいつあ,あれやんチンのやつそうそうチンご飯やからや今週ほんでマダムココさんが多かったですねマダムココ今週2回行ったなこのだからまだステーキは何グラムですかこれ結構食べてると思うやっぱりめちゃくちゃうまそう火曜日のこの鉄板焼き屋めっちゃ多いないですか二人で食べたらこれあそこかないやこれ二人じゃないもう一人おった このマダムココさんのステーキももう一人おね社長がでこの社長のふるさと納税のええ肉やねこれはああおうちのお肉でこの鉄板焼きもその社長がおるから社長と開けてこれおいしそうやなあ、んでだからスイカもだからいい感じにカットされてるんですねどれこのスイカあのそうそうこのスイカこっちのスイカはカットされてるけどはい ただいやいやいやまあカットスイカみたいにしてはるやんかちゃんとそれはねそれはやでこれやでこっちのスイカはうこれ夜食で食べてるいでこれひどいでこひどいでこれひどいでこれなんいでこれひどいでこれひどいでやんれいやこれひでいやこれひどでいやこれひどいでやこれいやこれこでいやそんなことそいこれそでいやこれでんかスイカを なんかすごいみんな食べ出してんねん,なんいやおいしいスイカってなんか体にいいっていそうほんでそのなんかその勢力,力もつくっていう。そんなのもつくんすかそういう噂が急に流れてきて、はい、今その年配のお姉の人たちが急にスイカを食べた勢力つけるためたスイカスイカないのからカボトムシカボトムシスイカをめっちゃ食べてその まあでも。何がほんまか分からないまあ体にはいいですもんね。だって。まあいいかも。水分、う、水分が出る。そう、そう、食べそう、そう、そう、いう、そ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 まそう、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 それそう、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 それそう、そう、そかそう、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 そかそう、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 そそう、そう、そう、そ

いやでも今週も美味しそうですいや美味しいですよ美味しかったですよ今日もねもうたくさんすごいやろその福岡のプロデューサーもいやすごいですねこの小山ハムの広がり方がやっぱでも食べた人みんな美味しいって言いますもんねむちゃくちゃ美味しい小山ハムのウインナーねうん。他にない味ですもんねろ。うっとオンリーワンやからオンリーワンですねすげえわほんまに今日もね これを食べました。はい。でも結構まあまあさ、あじゃあ体重測定です。体重測定です。言うてもなじゃさ、まだじゃあ今日やばい。今日るときはヘルシー。超やばいと思うね今日やばいねんだから。そのケータリングはちょっとあんまり食べてへんねん。満腹でって言ってたやん。あ、そうやえ今日もそれこそ胸いっぱいあってその後読売うってそこの弁当三つも食べてるから今日。三つも食べてるそうな。の分増えてると思うねんな。おまあ三つも食べてるからいらんわって言いながら、うん。 これだけ食べとこって言ってなんか食べてはります。唐揚げは結局食べ、た唐揚げ食べた。唐揚げとリンゴ一個食べた。そうですね。でコーラちょっと飲みましたコーラ一センチ。一センチ。おばあちゃんの表情コーラ一センチだけなんです。ちょっとそれから。だかちょっと増えてる気はするけどえっと前回が前回で百一点八。そうや。百切りたい言ってたんですよね。飲ります。靴下めっちゃ汚れとったのねこれ。あれ。 今日はねもうねエリーさんが確認してくれますさあ出ましたでしょうかお願いしますちょっと待って出へんかったすごい重すぎて計測不可能さあ行きますよナイラさんコンコンやって治る前壊れてんのんちゃう壊れたバチ当だったんちゃいます

電池買いに行くお忘れこれ電池これ助かったんちゃいますうちらからしたらめっちゃ食べたから電池ぐらい買いに行ってすぐなんちゃうのもうエンディングでエンディングで発表ということでございます体重ははいということでえ来月の食生活 そして体重はどうなっているのでしょうかう、ねうね、え体重はエンディングに発表させていただきますので皆さんお楽しみに、はいはい、以上今週のナジャの「今週何食べた?」でしたナジャさんの体重を測定したいと思いますさ,、ねはいはい、さあ 100kg きてるのかさあいや,えや,や出ましたでしょうかお願いします1 0 3 2キロいやそれは笑われるわ <laughs> うわ

好きなものを好きなだけ好きな時間に食べているすいあ私れう <laughs> あフォローして,くれやてドラゴクイーンナジャグランディはバーそんなナジャさんの食生活を公開しつつ今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです。はい、来ましたはい じゃあえーともう発表していきますか。はい、私が今週食べたものを。のね、えー、皆さんには結構画像も見ていただけるんちゃう。いけるんかな。今日はもうスタッフさんがもう,そう、ね、スタンバイされてますので。はい、さあじゃあじゃまずはえー十六日の日曜日これです。ドン。おーおーおー。えーサムギャプサルをあ最高あ知り合いの家でし、えー、たんですよ。サムギャプサルを食べました。野菜たっぷり。野菜たっぷり。ごまの葉。ごまの葉。 とこのサラダナとで意外とこのピーマンを巻くと美味しいんですよねえ生のですか生のすごいでこのニンニクのスライスわかる真ん中でその隣はニンニクってこう皮でこうさうん、うん、巾着みたいになってるなあのままつけたお漬物、はい、えそれをその皮剥いて食べで身をポロポロって出すやつど<ー>んな感じですか えなんか美味しいいや美味し, <laughs> <laughs> しいんやいや美味しいやろないやなんかサマグヤプタルかと思ったけどいい、うん、割となんか新しい食べ方でそうそのニンニクの漬物みたいなのおいしそうですね,、うん、ねピーマンの生のやつとやってみてやってみます、はい、これじゃ、うん、こうやってこうちゃんとした食事食べてるすごい。 いきなりちちゃゃんとしたやつ色味もめっ綺麗で自分でやっぱ用意せえへんから食べにきって言って言ってるだけやこれはだから料理やっぱできる人がそうやねはで料理に最近凝り始めましたっていう人が余計に凝ってんねんそういうことですこれでこの上にちょっとさグリルみたいなあれやホットプレゼントこれが超ハイテクで煙が一つも出えへんねんええ びっくりするぐらい出へん家の中でやってる匂いがそんな全然ないでもどうなってるか分からへんねんけど<ー>横から吸ってるのは分かんねんけど、はい、吸ってるくせに出てくるとこがないのよ、はい か普通、え普通焼肉印で。やっ向こうがどっかの、うん、外に出してますよ。からそのテーブルの下へ行ってんじゃないですか、あれ。それって気づくやろ。いや違うね、匂い。それがなんかどっか水をじゃっと入れとかって。はい、水に全部それを吸い込ましてる気がする。えー、水。うん、あんのよ、すごいのが。えー、え、このもう。音はすごい、すごかったりするんですか、その吸い込む音は。うん,うん、静か。えー、高い。これはね、さい。 か高そう、ないこれお金で夜食が、はい、えっと野菜ジュースと、うん、ゆで卵とバナナです。いいですね、健康的。うね、康的そう、ゆで卵なんですね。うん、そう、で続きまして月曜日です。はい。ええー、袋麺でカムジャミョン、卵とキムチ入りで名古屋のミセンっていう中華料理屋の手羽先です。 これはえっとアンジェリカっていう名古屋にドラッグクイーンがおるんだけどその子がくれて台湾ラーメンで有名なとこですごい美味しそうちょっと辛さそう辛いのちょっとピリッと辛いねんけどでもうほろほろでかぶりつかんでもう身がポロって取れてくれるから美味しいですで夜食がマッスルデリマッスルデリ サワラのアクアパッツァセットと野菜ジュースですこれ運動する人はこれちょっと新しく出てきたやろは、はい、私だから肝臓が脂肪肝で真っ白けあったから先生にちょっと痩せなさいちょっと待ってください、えー、そんな情報知らん <laughs> えホーマ、ま、言われてそれちょっと痩せようと思ってやすずっとちょっとずつ痩せていってんねんけど、はい、一個も痩せへんやんや 痩せ <laughs> <laughs> や,やもんや痩せ <laughs> やもん痩せ <laughs> やもん痩せやもん痩せへんやんなんか知らんけどその話をマッスルの人にしたら、はい、いいのあるから、うん、マッスルデリっていう あこれ冷凍で毎月届くように。届けてくれでこれがそのカロリーとかがちゃんと計算されてて、はい、夜食にそんな何なんかいつもやったらさラーメン作って焼きそば作って食べてたのをこれに変えたらいいんちゃうって言って、はい、そのマッスルの人が、はい。 ちょっと置くだければいゃうでしょ。これ夜ご飯をこれにしろってことでしょう。夜食やめたらいい。いやそうそうん。夜食はもうやめられんから。無理ですか。もうお腹空いて寝られない。これ寝るのがあと4時5時やのに朝。えこねこのカムジャメンとかその手羽先は何時に食べてるんですか。これはだから晩ご飯やから、ええまあ時間まちまちやけどだいたい8時とか。あなるほど。ねそうそうかそうか。で8時とか8時でこのマッスルはだいたい2時。 2時もうやめな、でも寝るんがでも寝るんが5時とかやから、あんならまああしゃらないかだから昼ご飯夜ご飯みたいなもんかみたいな感じになってまないだから、ちょっと肝臓が今ホワグラに、そうねエコーでしたら白いからちょっとやせた方がいいですよって言われて、これわかんな、そうですね、だからまたこれからちょっと意識し出してる意識食や、はいで18日は冷凍チーズグラタン。 梅 <laughs> し, <laughs> しそおにぎりであ<ー>でもほら梅しそおにぎりで干しイモで桑村ハムのウインナーホッとするはいなんかいろいろ離れて貼ったな、うん、っていこれは桑村、はい、ハムのウインナーが切れててちょうど実家からのそうでずーっとないなを持っててこの火曜日 違う番組の収録で、楽屋に置いてくれ。それを、だから、それを全部持って。今日も持って帰ろうかな。今日も持って帰ろうかな。だから、これでちょっと欲しいもとかも出てくるね、また。欲しいもも、なんか、知人ぷいぷいで、出待ちしてる。ファンの方が。おばはんがくれ。ファンの方が。おばはんがくれ。おばはんがくれ。愛を込めて、おばはんをですからね。愛を込めて。 あのね普通でえねんでこっちが気ぃつかなんかで夜食は夜食はワッフルサンドとゆで卵2個あれマッスルデリで卵これはちょっとなんか父んプイプイでブンさんっていう人がニミントン出てんねんけどその人がこのお菓子を私が美味しいって食べてたらこれがなんかブンさんが持ってきてるやつやったみたいでそうなんでらって帰ったんですねあんな食べんとね。 続きまして水曜日が町の中華屋でチンジャオロースと蒸し鶏で白ご飯美味しそううわおしそうやわこれ夜夜食がマッスルデータタコミートセットで野菜ジュースとク村ムラハムのウインナツあ来ましたク村ムラハムこれ美味しそうタコミートセットタコミートって何全部美味しいタコスのそうミートめちゃくちゃ美味しそうですね美味しいヘルシーやしね美味しいんやで木曜日ねはい ロイヤルホスト行きましたあ最高の組み合わせこれシーフード、ドリア、チキンソテー、ホタテの今ホタテフェアやってるホタテフェアホタテフェア今やってるやつやそうやねあわこれホタテかロイヤルホストのこのドリア美味しいですよね美味しいね私もこれ粉チーズとタバスコ別でくださいって言ってタバスコいっぱいかけてチーズじゃかけて食べるねフォアグラだろわその いや、晩ご飯や。からこれ晩ご飯。晩ご飯はね。はい。で、その夜の。夜食が。ワッフルサンド。あ、残ってた。残すやれば、置いてる。で、野菜ジュース。うん、これはいいですね。野菜ジュース、ちゃんと。そう家から送ってくるから。はい、ほんで、これが、えっと、昨日。はい。そうですね。え昨日名古屋やったから。はい。で、帰りに新幹線で食べようと思って。はい。えつくねと、ええ、だし巻き卵焼き。 でフルーツナッツブレッドっていうパンあらちょっとヘルシーじゃなんですか,かはいやこれはもう大好きやな、ね、これも正常石井で売ってて、はい、高木ベーカリーっていうとこのやつ分かります高木ベーーカリこのパンめっちゃずっしりしてて重たい、うん、これ好きやねん4枚入りこれぐらいやけど四枚も入ってるんですかこれ,これぐらいやねんけど4枚入りで1枚が8ミリぐらいの厚さやねん これそのまま食べて美味しいんです。そのまま食べるやつ。買ってみよう。これ気になった。買ったことない。食パンは結構買うんですよ。高木ベーカリーの。あ、そう。サンドイッチとかの食パンも美味しい。し美味しい。ブラウザンドナッツ。夜食がマッスルデリ。鶏肉の塩麹焼きセット。めっちゃいいデリですね。これマジ。セいろんなあるから。あとでちょっと調べますわ。このマスルデリが今回気になる。めっちゃ。アップルケーキ。 欲しいもと野菜ジュース。ちょっと待ってください。アップルケーキこれマッスルデリが起こってきません？いやでもちょっともう許して。<laughs> これはのこのアップルケーキはわしわし意味なくなるかなって、はい、マッスルデリが。いやでもこれあのリンゴ。 アップルパイの感じのもうちょっとタルトみたいなやつでずしっとしてめっちゃ美味しいこれアップルケーキもさうめっちゃ好きやから出待ちのおばはんがくれたありがたいや絶対好き愛を込めて愛を込めてですよこれが今日私の食べたやつです今日じゃ今週ね。今週いやちょっとでもやっぱクアマラームがなかなか食事は入ってないクアマラそうやねこれまあおかんが効いてたら送ってくれるかもしれへんわ 今日ね、ユーチューブやから、どうですかね、聞いてくれてはるかな。ああ、せやな、分かれへんけど。自分で取り入れる余計な。お前、出てやがい。つまでお母さん、こうてもおうてん。ですか甘えん坊やから。スネいい。すもかじって、ふわむらはんもかじって。甘えん坊や、かじりん坊や。体重測りますか。体重測ります。そうですよ。これです。はい。 さあ、食べたものの写真今ね見ご覧いただいたんですけれども、番組公式のツイッターの方にも上がりますので、ぜひそちらの方でもはい楽しみに。ナデアさん前回の放送では103.2キロ。これサタデーの最初の回で2キロ減らすといったにもかかわらず減るところが増えてますが。増えてたんか。そう、今日は今日はそうでしょう。これで乗っててな。ちょっと乗るわじゃあ。あの今のとこマックスやったんですよ。前回が103キロまでいっちゃった103.2。でもマッスルデリの効果を今。 結局足元るやん結局足元するやん結局足元やでもそれノーラン脱からうわあ1 0 2キロやったーいや1キロ痩せたそうそうかそうかすごいほんでほとんど外出てないって言って運動はしてないですもんねさあ岩さんは岩見さん乗ってさあ岩見さんが前回何キロやった ?78.8 やばいよ

最近痩せて見えんなと思う。カラカイやったんちゃいます。いや、チャートも、だから、石原さんが言うた通りで。石原がでかなってるから。あ、私、ここ一月一回も体重測って。ちょっとね、その可愛らしい靴。かわいいでしょこれ。びっくり。もうなんか、ユーチューブだから、サンダルを。ええ。サンダルかわいいでしょこれ。かわいすぎる。痩せっかくだから、サンダル。サンダルちょっと、しサンダルを落としてもらいや。もう今。あ。

あとサンダルの紐の跡がもうボンレスハムみたいなボンレスハムみたいになって足が見てもうひどいなそれ日焼けの跡ちゃうやな紐の跡とやろボンレスハムやでお前ん血止まるで血止まってた大丈夫なそら3キロ増えてるわそうやんあかやっぱほんま確かにウォーキングの量とか減ってるからやな2 8ロ g 増えてんねん なにゃさんだけだから減りました私減ったやっぱマッスルデリーのおかげやなマッスルデリーはすごいな柿の前に戻ったわいやもう柿ってだいぶ前やからうな。柿の前に戻ったあもう戻ったあじゃ元に戻ったやん元に戻りました二年かけてだって2.8キロ増えてるって結構増えてんだよだって今日夏やのね言うてましたそうやったらもうスカートがきつくて死にそう言うてたもうぎゅうぎゅうであかんな いやウォーキングをもう一回ちょっと暑いから減らしててんなマッスルデリー始めますわマッスルデリー始めたなマッスルデリー数塩さあということで、はい、来月の食生活そして体重はどうなっているのでしょうかうう以上ナジャの今週何食べたでしたナジャの今週何食べた 好きなものを好きなだけ好きな時間に食べているドラッグクイーンナジャグランディーバそんなナジャさんの食生活を公開しつつ今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです、はい、好きなものを好きなだけって私言てますけどもうちらもやからなそうやねみんな体重測らなあかんからねでもね今週いわ見は本当に絶対増えてるこん今回絶対増えてますでも前回がはい 石原さんが一番増えとって3キロぐらい増えたんやろえげつなかったですよ太りすぎやん増えすぎやんか 2>, 2 8キロ増や、ね、でもあの日はだから夜ご飯やめたんですよあの日あの日は <laughs> あの日でその次の日は夜ご飯は <laughs> 次の日は食べました食べてんねやろああいやそうやでそうだな <laughs> でもやっぱ秋このロケになったらやっぱもうなんかロケがそうこの今週だけでも1週間「食欲の秋ですね!」って なんかお前ロケで30回ぐらい言うたやつだいぶ食べてますで残さんと食べるのやロケの私結構残さず食べるタイプですだから1日5食ぐらい食べてる時ありますかだからこの店だけ全部食べへんのもすごい悪いなと思ってどこでつながってるか分からへんからやっぱりここで1軒目で全部食べてしもたら2軒目も3軒目も食べんとって真面目やな思ってしいからまあおいしいけ結果食い茂ってるだけなんですけど さんちょっと自信あるんでしょそうやねちょっとすっきりして痩せてるやろあそうそれ会った時にはめ食べるやん前回それですっきりしたとか言われてお前言われてめっちゃ増えてたからねでもその食事を見てもうたら分かるけどちょっとあの気ぃつけたから私もディナーショーもあるしほんなら今回の「何食べた?」はもうだいぶ気ぃつけた食事ですね聞かせてもらいましょうさあじゃあいきますよまず日曜日でございます えー、おでんハンバーグカップヌードルカレーどこが気 <laughs>、ね、ビッグじゃないなこれビッグじゃないなえー、でその日の夜食ね、はい、えー、豆腐すごい豆腐にチャンジャーを乗せてでチキチキの2人からもらった味付け海苔のふりかけをかけました、うん、これめっちゃ美味しそうそれだけ。 だ少ないこれはほんまや夜食でこれ,少なれ今までで一番少ないゃ、うん、あ続きまして,てえ月曜日でございます月曜日の晩ご飯です、はい、えセブンイレブンの豚しゃぶサラダ、うん、えそれときゅうりとわかめの酢の物、うん、で、えー、ロイヤルホストの冷凍のシーフードドリア美味、うん、しいやつや美味しかった、うん、食べましたでそこから夜食 えー、豆腐二丁に醤油をかけただけです。どうしたんですか。本気やん。本気やね。夜食本気やん。本気やね私は。さあそして火曜日。えー、ボンカレー。えー、ゆで卵二つ乗せて。で、えー、フルーツグラノーラに、えー、プロテインの、えー、牛にミルクをかけました。ああ。 えー、で、この収録があって。これ豚まん豚まんが、あの、ケータリングでやったから、豚まん3つ食べちゃった。ちょっと待って、551の。<laughs> <laughs> 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 ちょっと待ってこれ何やねん,んこれ算数の文章ごドやったらアホやなこいつお酒 <laughs> 抑えてんのに <laughs> <laughs> いつ食べちゃうの大な違ね山のようにあったからいや美味しいけどいめっちゃありますもんねこのケータリング結構みんな一個でお腹いっぱいになるなっていういでもそれまでがちょっと節制してるからそう爆発した時にでかいね <laughs> ちょうど爆発するぐらいの、ね、3日目ぐらいがはい、はい、やっちゃいます、ね、ただその日帰って夜よ夜の夜食 ゆで卵二つ。よう入ったら逆にこのやまちゃって豚も3つ入れて55いいやほんでほんでちゃんとボンカレーにゆで卵二つも多いなゆで卵とも思うよこれゆで卵をめっちゃ食べるようにして一日でゆで卵四つ食べてるうん。今の坂東栄治さんより多分多いですいや多いと思うわでもこれはそういうダイエットなんですねいやなんか卵がやっぱりいいよバランスもいいし栄養のって言われてるそうですねじゃあそして水曜日です えー、焼肉行きましたああでも肉だけやただこの肉も普通の牛肉じゃなくてグラスフェッドビーフって言って牧草しか食べてない牛<え>普通牛って穀物食べるやん、はい、餌であげてんねんけど、はい、そうじゃなくて草だけを食べて育った牛のりにくいんですかあっさりしてる脂もあ<ー>あのそんな胃にもたれない <laughs> もう食べない油が、えー、いい脂いい脂軽い冷麺、うん、食べてでも白ご飯我慢してます、ね、白ご飯我慢し食べてないですね、うん、それはでかい冷麺だけよで夜,夜中ねはい。夜食は、えー、マッスルデリーでございますここでマンサンドリーチキン これ言うたらいいですもんねマッスルデリーは、うん、月から出てきてた私の場合は社長さんが送ってきてくれてるからこのマッスルデリあらいいわこれいいですさあそして木曜日ですよ、はいえー、カレーマルシェプロテインのコーンスープそして野菜ジュースです、うん、カレーの口なんかなカレ,、ね、カレーをちょいちょい食べるからで夜食は、えー、もうこの野菜ジュースのみのみあ すごい。意識しましたね。あ、土曜日。<う> <laughs> あ、土曜日近いな。土曜日。やばいな <laughs>。木曜日やん、今日。あ、こっちやったっけ。で、金曜日ですよ。金曜日はもう晩ご飯に。マッスルデリー食べました。<ー>レバニラ、風炒め。で、ゆで卵と野菜ジュース。で、夜食が、えー、フルーツグラノーラ。 に、えー、プロテインの、えー、ココア牛乳をかけました。うんうん、こだけ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 初めてちゃいます。お前は気づきました<う>皆さんあれ、ね、じゃあええ何かクワ,クワムラハムはそこだってこの言うたら高タンパク低カロリー食事に強い味方のクワムラハムがちょうどなかって。 切れてて冷蔵庫に。で、福岡の番組が最終回を迎えてるんです。プロデュース握手っていう。はい、で、はい、そこの、えー、プロデューサーがお疲れ様でしたって言って<お>目録送るたわけ。はい、で中何かなと思ったら。 クワハム一ヶ月分って書いてあってそれ送りますよって言われててそれを待ちやってんけどそれが今日の午前中に届いてじゃあ今日の晩御飯は今日はもう3本食べてるよあもうすでに自分で取り寄せたことはない買うもんじゃないから。お母さん送ってくれるんですねお母が送ってくれるからそれも切れてたから 1> かこ,こから1か月はまた、まあ、ねねうんあるこれでもこの1週間はすごい頑張りましたねいやそうほんまに、ね、でシュッとしてるやろそうだから今日はそのそううこれ聞く前に出会った時あれナダさ,さんちょっとシュッとしたなほん、ね、筋トレみたいなのをしてるんすかプランクって知ってて知る<え>プランクランクやったかなクランプかなあクランプはしてます <laughs> えクランプって何クランプってこのめっちゃ叩くやつじゃないですかそれクラップやな <laughs> <laughs> プランクやったから、ちゃんと、クランプかプランクかなんかっていう。クランプではないんすね。こうやって、なんかあの、こうやってな、えっと今肘を、床に肘をついて、こうやってずっと我慢するやつ。なんてあ、我慢するだけ。腕立てをしないと。あ、クランプで、折ってるんですか違うか。 クランプ体幹を鍛えるっていうやつ、えー、なんかようターザンとかの表紙に載ってるような体勢めっちゃ汗がブワーって出てくんねんけど 2>, 2分ぐらいでめっちゃしんどくなるけどそれを2分を3回ぐらいやってるテレビ見ながら,あ,らあれ,あれジムはもう行ってないですか今はジム全然行ってないどでちかっていうとだからそのない、ま、インナーマッスルを鍛えた方が ええかなと思ってまずでも痩せるには閉まるっていう意味では一番悲しいでいろいろ目移りするいやいやでもそれをやるって決めてやりそうやなプランクやってプランクこうですかこうするだけクランプそうか体重なかろうかナジャさんが前回何キロやった私今日結果大事ですよね百二点 102.6kg102 10 102 102これは100切ってるんちゃいますこんだけ頑張ってで前回2キロ減らすって言うあ,あ,あそっかシシサタデーの最初に2キロ減らすって言ってはったんやけど全然変わらずほぼいきます、はい、ということで来月の食生活そして体重はどうなっているでしょうあ違うか医者さんごめんさあち、ね、発表お願いします <laughs> なんだの、上手やな、振りが。めっちゃ痩せた。200ぐらい。分かった。それで。あれちゃいます。一週間前に始めたんちゃいます。プランク?。プラン、プランクとこの食生活。うん。プランクは二週間前。二週間前。ほんなら、だから、前回の放送から。だいぶ太ったんですよ、きっと。一回太って。ちょっと、痩せなって、二週間前始めた、この。 その先発が大きなって一回痩せそう一回太ったんじゃますかあ次山かはいさあ岩美さんどうぞいやもういやもうほんまに絶対太ってんねんなま前回が七十九点一はいやばあでもこんですんだわさあ発表どうぞ七十九点六何を大きい声で言いやでも八十一だと思ってたからギリギリああ私はいこれ一緒らやばいよええええ今 えぐんずるいな上着なんで脱ぐん石原さんがえっと前回が7 4 8キロです、ね、めっちゃ増えてたからいや多分もうねだいぶ食べてるからあかやばいさあ石原さん何キロですか75.4 <laughs> 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 これはやばい増えてるなーこ,れこれはか,んかんこれはもうプ <laughs> ランクやプランクやってプランクもあかんわ減ってなかったもん え、さん何キロでした ?101.8 か80.28だ <laughs> っ,っけか <laughs> 101.8 <laughs> ほんであれブラボー石原さんもナイジョさんもほとんど半袖で服装は別に前回から夏から秋用の服には変わってない、ね、変わってない私測ると思って同じ似たような服に、はい、似,似たような、うん、1か月に2キロずつぐらい増えていってんじゃんずっと <laughs> すくすく育ってるやんおもやな。マやなバイバイバイ これいつも思うねんけどこの体重誰が得すんのこんないや分かんないっすよ体重 <laughs> う茶に関しては1週間の食べ物を発表してないのにたたただのってダラダラしてたよダ <laughs> <う>らダら,らしてたなっていう <laughs> 軽量だけされてに <laughs>、まあ、減っててそうかーあまあまあまあでもナジオさんの場合は,これは筋肉に変わってる可能性もありますからね<あ>そうね 体幹で、うん、でもプランクはほんまに効いてるなっていう感じすんねんけどなシュッとしたより見えたんすけど、うん、ほんまにそうだからそうシュッとしたマジックなこのあごがでもお,お腹出てんのとかちょっと引っ込んちゃいますそれはだからこのおなかりもちょっとすっきりしたなっていう気がしてねそれが体重減り出すのってちょっとたったんでもね来月のこ、ね、かなこのまま頑張れば来月もう1ヶ月は続けたほうがいいですわへえ このやった実感がないいねてうかプランクはまだ2分ぐらいやからさしんどいけどやれんねんけどやっぱちょっと夜食に冷ややっこみたいなのばっかり食べてるっていうのは無理かもしれないつかったっすかこれ頑張ったのになそらね夜食減らしてますでディナーショーがありますっていうのもあるからやからそれが結局もう終わってしまうとまあええっていうのもあるやんこれディナーショーはいつなんですか明日 明日と…間に合いいらせないって言われあ、でもあシュッとしたから。明日と来週。あー、ほんなもう来週なでちょっと。そうですね。もうそれはと次、豆腐ないかまたもうブクブクかもしれない。いやでも来週まではちょっと豆腐。そうやね。そうですね、これを頑張るべき。ほんなら来週ガクンって落ちるかもしらんから。そうね。ね、頑張ってください。いや、人に言ってるかもしれいや、ほんまや 石谷さんが一番太ってますからね,ね、はい、ということで来月の食生活そして体重はどうなっているのでしょうか以上ナジャの今週何食べたでしたナジャの今週何食べた 好きなものを好きなだけ好きな時間に食べて自堕落な生活を送っているドラッグクイーンナジャグランディーバそんなナジさんの食生活を公開しつつ今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです、はい、さあやっぱこれ神戸コレクションとコラボしてとやるんですよ <laughs> そう, <laughs> そうやねそうみたい。 みんな鮭食べてるのにはね、みんな。お前、ちいや、まだ、そのもんが、もしかしたら入ってるかもしれないですね。でも、鮭はちょっと取り入れようかな、思いました。綺麗な、みんな、さっき、食べとったらね。何、あの、鮭の部分。いや、食べてみようかな。ものを食べると。言うと、鮭は出てけへんわ。あ、あ、先に言うてよ、かなんですね。まあ、言うて行こうか、じゃあ、もう。じゃあ、お願いします。お願いします。え一週間か、日曜日から。ですかねそう、日曜日からです。ええ、十一日の日曜日は、 焼肉屋さんんに行ったんですよこれ一いい<う>本ハラミっていうなんか一本でハラミが出てきてそれをこう切って焼いてくれるお店ですね、はい、でえっ、ー、と千枚生千枚も食べたいいで夜食が、えー、豆腐二丁<え>それにおかめ納豆を乗せて、うん、でちゃんじゃほんでゆで卵と、えー、クハマラハムのウインナーです。 落ち着きますお帰りなさいえ、これ焼肉屋さんでご飯食べてないんですかご飯は食べてないあ、すごい頑張りましたね、絶対ご飯こ頼みますやん一口もろたいや、でもすごいこのハラミとかの白ご飯めっちゃいいさもんそタレがめっちゃご飯を誘う彼うよう我慢しましたねこのハラミはご飯にね。ってこの近くやから行ってはい最高ですさあ、デケチャビですはい えー、ペヤングソース焼きそば野菜ジュース、えー、桑村ハムのハンバーグですグこれおお<ー>あるんですよハンバーグね,ねいや私もいただきましたこれすっごいおいしいそう,、ね、そうすっごいおいしいおいしいのよで夜食が、えー、ザバスプロテインのやつはい、はい、で、えー、炭酸せんべい あらアリマ温泉かなそうでクワムラハムのウインナーですすごいもうクワムラハムのもうすごいですねでこのよく見てペヤングソーセージとか右と左でちょっと違うやのあほんまやなんすかこれ激辛と普通のなんかダブルみたいなやつやってえお試しあれみたいな感じこの激辛かなり辛いって聞いたんですけどどうでしためっちゃ辛い で激辛がめっちゃ辛くて辛いの好きだからそっちちょっとさっき食べたわけで普通のあとで食べて味せえへんねんもう辛いし刺激が強すぎてこれペヤング大丈夫さん辛いって言ったらだいぶ辛いですね結構ヒーヒーヒーもだいぶ得意ですもんね辛いも割とでもこれ辛いなと思ったなへえさあ続いて火曜日「ウーバーイーツタイ料理」でございます でた、出た、写真撮るやつ生配信の日に写真を撮るのがないやいつも撮ってないからわかりますわかりますドアスレして、もう食べたすぎて一ヶ月に一回ですもんね、今だっこれねそうそうそうようでも追い出しましたねギリ、よかった、これ捨てるわけでこのエビの頭二匹だけ持ったからそれをちょっと拾ってまた戻して何この種みたいなやつこれなんやろこれなんだこれタケノコタケノコか ちょっと写真撮り忘れました。でもサラダやし。グリーンパパイヤのサラダにソムタムで、広島産ん牡蠣と豚、タケノコエリ、タイバジル炒め。でえ大エビの台風チリソース。あ絶対美味しいやつです。でその日の夜食。はい。えミルミル。お珍しいシャウエッセン。バームクーヘン。でピーカンナッツココア。 これめっちゃおいしいね。あたしピーカンナッツめっちゃ好きなんですけど。あそうでもこれ知らないそら。ピーカンナッツになんかココアのコーティングしてあるね。これココアやけどココアとか和三ンとか抹茶とかいろいろ味があるね。おいしいから食べて。これはもうこれはあれや。武田あやっぱり。 分かってるねこれドン1個よりこの小分けのやつの方がじいちろう割高なんですよだいぶあそうそうやねだいぶ高いやつでもこういうのうがええちょっとずつかももらえるししっとりで重たいんや最高なんで水曜日ですカレーマルシェ辛口で豆腐に納豆と明太子ふりかけかけましたおおすごいこれが晩ごはん 納豆エココード三つ入ってるからね。そうん、うん、タコ。さあ、そして夜食が、バナナ。ほんマッスルデリー食べまし。出た、出た。いっぱいあるから、また届いたから。ほうれん草の和風パスタセットです。あれも、うここら辺ってこの火曜日ぐらいで、クワムラハムつきたんですか。そういう。いや、違うね。またちゃ、ちょっと。食べてる、けど、この夜と夜食に食べてない、うんああ。お昼に。朝とかに食べてん。そっか、そっか。いっぱいあるね、今、冷蔵庫に。い,い,ですね、いや、よかったよかった。冷蔵庫開けたら、オレンジやもん。 いやほんま、そういうぐらいあんねんでも一日出てこえんかっただけで心配なるないやそうやね、お腹連続とかね昼に食べてるからねよかったよかったじゃあそれで木曜日チキンカツ一食分のプロテインサラダでマッスルデリよだれどりえこれすごいなどれいやこれどうなってんすかそこチキン カツのサンドイッチかこれセブンイレブンですよセブンイレブンこれっと分厚いっすねそうこれ分厚いこれすごいめっちゃ美味しそったから買って美味しかったよ肉たっぷりで分厚くてこれセブンイレブン鶏肉中心日本で食べてで夜食ゆで卵を二個でロングシャルロットスティック知ってる美味しいこれ。これだからロングパンちょっとちょっとスイーツ的ななんていうのチュロスみたいな もっとしっとりしててパンシフォンケーキみたいなのがロールしてある感じかなおいしそうやほんでピーカンナッツのさっきのさっきこうやってキャラメルキャラメルなんやで桑村ハムのウインナー結構やっぱ多めや三本3本次金曜日ロイヤルホストのレトルトカシミルカレーマッスルデリのコーンスープブドウの食パン これ美味しそう。ね、桑村ハムのウインナー。どうでもいいですけど。あのそうですカレーのね盛り付け方。これねこの水曜日も気になったんやけど、前前んなんでこの佐藤のご飯みたいなのをそのままバーンってやって。えー、別にえ,えやんかそれでそんななんか,いやなんかおしゃれにもらんでも。これあれい。いやもったいのここまでなかったらおしゃれやろうなとってこうちゃんと、ね。闇金。 牛島くんが牛島くに出てくる借金返されん人が働きに行ったところで1000円で壊されるカレーなそうなこれこんな見た目ええマジめっちゃそっくりそう賞味期限切れてるこのご飯もチンセントこの1000円取んのかよってそのカレーですわもうほんまにすごいでも借金ないからなないけどこう食べ方はもうお金返されへんくなった人のカレーの盛り付け方やな出とると思で夜食が えーと、出川さんとこののりをもらったから出川さんとこののりをあの醤油つけてご飯巻いて食べてこれおいしいらしいですねこれ最近サービスエリアでも関東のサービスエリア結構売ってますよんの美味しかったののりでこのやっぱり味付けのりこの食べ方が一番好きやわこれ醤油け醤油。売ってます これにねマヨネーズも足してみます。いやもうそれいいで。いやそれを太るやつ。マヨネーズだ混ぜて、それべちゃつけて、もうむちゃくちゃ美味しい。うまいのはうまいやるけどカロリーが高なるから。最高やから。これおしってみてください。このご飯を使ってんです。なのでキヌムスねご飯もそう。今ねこれなんか鳥の子が送ってくれたやん。ええいご飯。さあそれでこれ昨日ねはいはい昨日 TBS で TBS の海苔弁食べました。上品な海苔弁。鮭入ってません。あやったよ。

ダブルチーズ夜マックでも半分でやめてますやんじゃじゃ夜こで写真覚え <laughs> <laughs> ちゃったそっか違う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 ,違う,うガンって感じ帰りの新幹線東京駅で食べようと思って買って、はい、で半分だけ食べてんけどねね,ね眠たな作って <laughs> 子供やそれま包んで置いとったんを <laughs>、ね、で家帰って <laughs> いや本格的には食で食べたから本格的そう忘れてたわけじゃない <laughs> であとえっ、ー、とみるみる なんかみるみるハマってますね。ミルミルも飲んでね。やっぱ腸にいいでしょ。腸に。腸内フローラ。これやっぱナデサナさんが欲しいもで。そうね。最後欲しいも。ね。うわ。これが私の一週間でしたマックダブルチーズが入ったらもうあの全然減るしかない。そう減るしか私鮭食べてはちょっと。まあその後ダブチ食べたよね。ダブチですね。鮭が流されてる。でも夜マックやから肉四枚入ってるから。 食うてんだいやこれテなので最初測定でございます真やさんは前回の放送では私プランクやってるからってああそうプランクやっなめちゃくちゃしんどいやつ何にも続けへんなでももうやってない続けへんないうやつはなで前回はあんまり変わらない今までとあんまり変わらない 101.8kg さあ、さっの初回の回でね、2>, ま、2キロ減らすと言ったにもかかわらずコーナーの当初から、これどれぐらい？どうぐらいあん？あのう、すわしやからあんまり足打つさんといってな。<laughs> さあ、今日はどうでしょうか。お願いします。<noise> さあ、出ました。<noise> 発表お願いします。102.2 <noise> <laughs> <laughs> いやーそうやな前が101.8やからまあまあ彼だいやまあ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 8月よりも太ってます, <リ substrate> すね戻っていってる感じよあっ1002.2111 2 1 0私私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 だからな石原さんが前が75.4石原さんどっちの方が75.4から痩せてるでしょうかどン出ました 79.2! い <laughs> 何にもよしやらへん、<laughs> よしやらへんでもよしやらへんいや、痩せたんちゃいますいや、こんなん結構一回言ったらガールやんか、<ら>そんな <laughs>

いやだ昨日ダブチは痛いですよなかなかなか続けへんねんってこういうのそてほんとばってなるけど。ほんまにということで以上ナナジジャャのの今週の今週週何何食食べべたたたでし好きなものを好きなだけ好きな時間に食べているドラァグクイーンナジャグランディはそんなナジャさんの食生活を公開しつつ今の体重はどうなっているのかを毎月確認するだけのコーナーです。<laughs> だけのコーナーやね。はい。で、いつも体重計らされるっていうやつやね。そうです。うん。なんか、今回の、この。体重計らんのはいいねんけど。この食べ物いつも言うって、なんか。意味あるって思って。いや、いや、いや、は最近思い出して。いや、でも、何食べてんのかなって、みんな。楽しみにしてありますから。私も、これ、楽しみですもん。何食べはったやろうと思って、今週。そうなん。あ、リスのさん。好評らしいです。 わからんわ、わでも、好評ですよ。えでも、何人か言われたで、なんか、あの、レトルトのカレーの。ご飯とかもちゃんと持ったら、はい、あ、こう、石上さんに言われたのかな。何をですか。その。<っ>チンしたご飯、そのまま、ばって、ひっくり返した、あの。はい 容器の肩がついたままカレーじゃってかけてるのとかを、会社に出てくる現場の人らが食べるたの。あ、そう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 、ちゃんとしたらっていうの、誰かに言われたなと思って闇さんやったっけ。闇さん。このままバンってもったいないなと思ってお寿司屋に。でもそんなことばっかりしてるから。じゃ月曜日からいや日曜日から行きますよ。はいお願いします。はいえ日曜日は桑村ハムのハンバーグです。わで野菜ジュース。 で卵かけご飯に味付け海苔で夜食は、えー、強いこのミロフルーツグラノーラ糖質オフ、えー、ピーカンナッツキャラメルを食べましたこれはだからあのミロを牛乳に溶かしたやつをフルーツグラノーラにかけたっていう,、ね、<ー>そうほんでこの卵かけご飯は。はい ご飯見えへんやろ。私別個じゃない。これスープや思ってて。次にこうちょっと調子乗って卵2個入れてみて。あ、ししゃばのすごお茶漬けみたいになってんけど結構美味しかった。ね、しゃばしゃばの卵か卵かけご飯。醤油ですか？醤油醤油醤油。うん。これ卵があったのな。はい。で月曜日。はい。えー中華料理を食べに行きました。えー素ぶった鶏の天ぷらえーイカ空心菜レタスチャーハン で、なんか辛辛辛い鍋かかったっ,すか辛かったすあの唐辛子のなんの丸いほおずきみたいな唐辛子、はい、がバ、はい、ンバンバンって入ってそれは食べたらあかんねんけど食べたらめっちゃ辛いそれは食べへんくて置いといてくださいっていう、はい、それは食べずにそ食べずにそうスープは飲んでいいやんそうほんでお客が全員中国人やった店の人も中国人やねんけど本格<ー>本格やったわほんで 中国人の子も一人私らの中にも持ったのよ。はい、その子が全部中国語で頼んでくれて、これそのおすすめこれですみたいな。でも、うん、中国すごいな。中国に行った気分になったわ。いいですね。この空心菜美味しそう。野菜にこっちもお味しそうね。しいね。もうニンニクたっぷりで。うんうん、でその夜食その日の夜食ね。これだけ食べてもやっぱ夜食はいるんですね。うんいいのよ。えー、豆腐野菜ジュース

ええー、鶏のハスの葉の燻製。ええ、れカヒレの土鍋ご飯。<わ>水餃子。で麻婆豆腐。え黒チャーハン。え黒チャーハンって何なんですか。黒いチャーハンに、こう言われて牛肉。のチャーハンやった、はい。ここかなりの高級中華でしょいや、ここなんか高かったわ。ねい出てくるんが高級食材。うん、なんか、社長に連れて行ってもらったから。 やっぱすごいですね社長が行くとこはすごい。上のなんかとか、シェフの方はすごい愛想はいいねんけど、ホール担当のおっさんがめっちゃ挨拶悪かった。そ普通はあったやつでね。逆やで。めっちゃ社長がこれこれだけ写真違うやんちょっと。ちゃんとしたけあのカメラで撮ったね一眼レフみたいな。 料理が来るたびこうやって撮るからそれでそのホールのお茶が「なこいつ」っていう感じになったんやと思う多分。ででこれインスタに上げるんじゃないこの社長は。ああそうやからああなるほどそれを私もちょっとちょうだいって言ってもらったからその写真をその何か角度がやっぱちょっとそうやろめちゃくちゃ綺麗な写真ですもん急にそうでこの黒チャーハンってお茶碗に見えるけどおちょこぐらいのやつやでちょっとだけやね最後の。 ほんならこれだいぶ高級なものが入ってる黒チャーハンですねいいで,す、うん、でその夜の夜食が、えー、豆腐チャンジャチャンジャ豆腐っていうのあ,あはいお豆腐に冷ややにチャンジャかけてそう,、うん、そうでこれよう見たら豆腐一個でやっ作ったわけチャンジャ豆腐をはいわかるでもなんかもうちょっと食べたいなと思って<う>上からもう一個豆腐、ね、だからこういう感じになっちゃった <laughs> 足してますよね、これ下におりますよね。増し増し、豆腐増し増し。最後のクロちゃんが少なかった。少なかったけど、ちょっと置いてた。そう、で、水曜日は。おでんを食べました。でマヌカハニ。ーペロペロリ。え、これ舐めたんです。か舐める。のぞにえ。のぞにえ。で、ええ、桑村ハムのウインナー。うん。家やったんですね。これ家。え、で。 夜食はこれ全部セブンイレブンかなほぼサラダセブンイレブンのサラダ、うん、きゅうりとわかめの酢の物の温泉卵で桑村ハムのウインナーです。すごいですねこの水曜日は 合計七本食べてます。めっちゃあんね、今。いや、よかったです。この前なかったから。そうやね。で、これはこのサラダに温泉卵も乗せて、ぐちゃぐちゃに混ぜたから、別で写真撮ってみて、こんな仕上がりでした。これでも、すごい美味しそう。美味しかったです。すごい美味しそうですよ。ほんで、なんか、ちょっとヘルシーですね。いや、夜はやっぱヘルシーにしようって決めてきて、決めてきてんねん、最近。 <laughs> 決めてきてるんですね。決めてきてるますね。<laughs> えで次が木曜日ですね。はい。えパンでマッスルデリの鶏肉ステーキセットでサラダコールスローね。はい。で牡蠣フルーツのフルーツなカキでみかんで野菜ジュース。はい。これえとマッスルデリこれ これっていろんな入ってますけど、一回でチンできるんですか？そうこれ一回でチンできる。何なこれ？四分半。やっぱ。でこの食パンみたいなあれやん。これがドライフルーツとナッツがすごいいっぱい入ってて、好きやねんこれ。をちょっと買って正常石に売ってます。やっぱ A パンや。A パン。で夜食。夜食。 玄米ご飯で卵かけご飯。たまりましたね。卵かけ。お茶、お茶漬けスタイル。もうこのシャバシャバ見慣れたもん。しかも、そこまた味付け海苔。で、これ、あ、違う海苔やね。前の味付け海苔は。はい。出川さんのやつやってんけど。あ、そうですかね。これ、なんか、また、明石の、なんか、もらったやつ。で、えっと、欲しいも食べました。あ、じゃ、やっぱ、もう、秋ですね。そうやね。欲しいなってくるかな。 ほら卵はうまそうで、えー、これが金曜日ね昨日え<っ>、えー、マクドナルドやいしちゃいましたね「からだぶって知ってる辛い今キムタクさんが CM してるそうそうそう,そう、はい、でえー、それと一つで「トリッチ」って知ってるまさかトリプルチーズその二つがセットで CM されてるんですよ <laughs> そうその両方うわ,うわ やりましたよこれは言うたらパティっていうの肉が計5枚ですようわこれをやってしまったんちゃうそうこれでも結構美味しかったやっぱりで体縁の辛さをなめててんけど結構辛かった好き本格的あ好きあ、でも食べられへんほど辛くないや全然いい感じとチちと一緒に食べてちょうどいい感じすあそうかもしれへんうんで野菜ジュースと ねこのデーツっていうドライフルーツがあんねんけど、それをちょっともらったから食べた。デーツってなんかあのアラブとかちょっと砂漠地帯の国とかで栄養価が満点、栄養バランスがいいって言われてる食品です。こんだけ美味しいんですか？まだ食べて、まだ栄養をカモって、で,でその美味しくはないんですか？デーツす、私は好きやねん。甘いめっちゃ。甘いや。で種があってプルーンのもっと乾いたみたいな感じかな。 初めて見ました、うん、でこの日はこのマクドナルド2個で結構言いに来たから <laughs> <laughs> 夜食なし夜なしよかったねこれ取りに来こっち、はい、今週何食べたでした私のさあこれ難しいですねこの1週間だけ見たら全体的にはやっちゃったかないや結構ストイックな日もあるしいやでもやっぱマクド行ってるから、ね、いやそうです そうそうやねいやまあでもで結構夜と夜食やんかはいやっぱ弁当とか楽屋の弁当とかもあったりしてそれで入ってる日もあるんですかあるそっかめっちゃあるお昼それは昼昼昼結構この意外とこの中華の2日間がバランスがいい感じしますねすごくねそうかな中華これ立て続けっていうのがきっとカロリーは高いよやっぱ中華は。 そう、で、対して運動は結局してへんしああ。あ,あ、そうか、今、なも申しき。これね、あの、気になる方、うん、あの、食べたものの写真は公式ツイッター、番組公式ツイッターに上げておりますので。うん、ぜひ、そちらをご覧くださいませ。これですね。さあ。こんだけ。お米をあげます。自分の家の米食べてへんやろ私や。そうなんですよ。だって、あの、炊飯器。 つやけあんねん一号だけもらったから、さもらったのよ一号だけ一号しか炊けへんやつ、でももうなんかええかなと思って。めちゃくちゃ美味しい。おこも送って来へんでもうちには。あ、そうだよもう食べへんって知ってるから。そうそう逆に送りましょうか。だからなだまいで卵かけご飯。美味しい味ありますわ。 今日それにします二個かけて二個かけて食べますナジャマイめちゃめちゃうまそうやなと思って絶対おいしいこれもうあのお茶漬けみたいに食べながらズルズルズルって言って醤油多めもうだってそう今日今日これ見ても卵かけご飯のえっと前回がナジャさんが前回は百二キロ百二点二キロちょっと太ってあったはいはい、乗りますお願いします サイレンなりました。では発表お願いします。百一点二。ええ落ちましたやよ。やっちゃった。えはええの。あんだけ中華食べてんのにマクド食べて。関係ないや。そうやば。運動してないでしょ。してない。対して。さあ岩見さんがじゃあ次います。前回何キロでした？前回が七十九点二キロ。言うのもおぞましい。来た。え。 どうぞあ待ってもうちょっと縁起がえいのにあっあっおおきた3777.7えっめっちゃ減ってるやん何それえめっちゃ減ってるやんちょっと前回ジャケットが重かったなっていう反省点はあるんですよあそう今日ちょっと半袖で脱いどきいじゃうなとじゃあ抜きますわいきます前回私が75.475と石原さん75マックスマックスやね太り続けてるからね さあ、何キロでしょう。<laughs> はい、さあ、何キロですか。七十五点七キロ。<laughs> 一人一人太っとる。上とるわ。上とる。上とるな。上とるわ。 いや、そうやね。昨日お好み焼き二枚食べたけどさ、ゆうたれちゃんは。ほら、そんな。午前2時まで食べる。だまって、一本。ごめと焼きそばと唐揚げ食べながら、野球見て、その後でお好み焼き。二枚食べてんねやろ。すご。これ、わかん。そり太るわ、そんな。で、岩見さん、め、二キロ。ぐらい二キロで減りましたね。結構減ってるで。何を病気ちゃ。え、言うとしちゃいけない。五ぐらい減ってるのか。 いやでもちょっと実感はあったんですよね。ま前に言っときたくなかったんですけど、そうや。じえ痩せてる実感がちょっと実感あったんですよ。あそう。はい。いや二人ともマヤさんもでもすごいね。いやめっちゃ運動してなくてでしょ。私も一キロ減ったな。ダブチにこ。ダブチ食べたのなんでやろ。これだからいや結構その制限とかしてないからめっちゃ嬉しいな。やっぱ運動量ちょっと増えたらこれねやっぱりちょっとやる気になるな減ってたらですね。これこの コーナーに触発されて、痩せようって思ってる人結構おるらしいよ。そうなんですよ。そっか。そうやね。北川景子さんの体になりたいわ。顔、そのまま。顔、顔もらえて。顔もらえて。顔もらえて。ああ、もう太っていく一本。はい。ということで、来月、また。 どうなるか食生活そして体重はどうなっているんでしょうかょう、はい、以上ナジャの今週何食べたでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします